天体観測、スノースマイル、車輪の歌など数々の名曲を世に生み出したバンド、バンプオブチキン。圧倒的な歌詞と独特の歌声が魅力の同バンドは、作詞作曲を手掛けるギターボーカルの藤原基夫、左利きだが右利き用のギターを扱う益川博明、チャマの愛称で親しまれているベースの直井義文、しっかり者のドラム担当の増秀夫の4人組ロックバンドだ。4人は皆同じ幼稚園に通っており、藤原以外の3人は同じ小学校にも進学している。そして4人全員が同じ中学校に通っており、4人ともバスケットボール部に所属していた。しかし全員補欠だったため、体育館倉庫で遊んでばかりの毎日だった。そうするうちに親しくなった彼らは、中学3年生の頃にバンドを結成。その始まりは、マスが藤原に俺と一緒にロックを変えようぜと声をかけたことがきっかけだった。実は当時マスはドラムでなくベースをやりたいと考えていた。しかし友人にゴミ捨て場にドラムが捨ててあったぞと教えてもらい、拾ってきたことがきっかけでドラム担当になる。また当時ギターをしていたのは別のメンバーで、マスカワはまだ裏方の仕事を担っていた。ハゲバンドというバンド名で活動をスタートさせ、主にザ・ビートルズやレディースルームの曲をコピーしていた。記念すべき初ライブは中学校の文化祭。その後はオリジナル曲を制作し、各地の大会にも挑戦した。次第にバンド活動が本格化し、藤原は高校を中退し、より一層バンドに力を注ぐ。その後当時いたギターが抜け、マスカワが加入。そして1996年バンド名をバンプオブチキンに改め、ティーンズミュージックフェスティバル96に出場。この日を結成記念日と定めている。その後はベストブルースインジャパンという大会にエントリーし、ガラスのブルースを披露。全国大会では見事グランプリに輝いた。その後バンドトライセストップスとライブの対バンで共演した際、音楽プロデューサーからスカウトを受ける。そして2000年ファーストシングルダイヤモンドでメジャーデビュー。翌年リリースしたセカンドシングル天体観測が大ヒットし、バンプオブチキンの名前が一気に知れ渡った。2002年に発売したアルバムジュピターはオリコンで初登場1位になり、その後のシングルセイリングデイはワンピースの主題歌にも起用され、さらに知名度がアップ。2004年にはシングルオンリーロンリーグローリーやアルバムユングドラシルでオリコン1位を獲得。幕張メッセで2日間の単独ライブを大成功させるなど、順調な活動を進めていた。その後もプラネタリウム、メーデーなどの名曲を生み出していくバンプオブチキン。ところが藤原が肺気胸で入院することに。多くのファンから心配の声が寄せられたが、間もなく無事に復活。復活後は東京ドームで初公演を行った。また2015年には紅白歌合戦に初出場。2017年から2018年にかけては全29公演にもなる大規模な全国ツアーも開催し、2019年には約3年ぶりにアルバムオーロラアークを発売。全国ツアーも開催するなど多忙なスケジュールをこなしている。そんな彼らは中学時代を振り返って、マスがゴミ捨て場からドラムを拾わなかったらバンプオブチキンは結成されていなかったと語る。魅力的な歌詞と歌声で多くのファンに感動を与え続けているバンプオブチキン。彼らの活躍は今後も加速していきそうだ。このチャンネルではこれからこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。